はい、えー、皆さん、こんにちは、えーと。本日はですね、興味関心育成、えー、というテーマで、えー、とお伝えさせていただきたいなというふうに、お話しさせていただきたいなというふうに思っています。えー、と緩くやっていきますので、えー、とぜひですね、えーえー、少しでも、ね、勉強になっていただければなというふうに思っています。 はい。で、えー、興味、興味、関心、育成って、よく、なんて言葉に置き換えられるかというとですね、えっ、ー、と、皆さん聞いたことあると思いますが、ナーチャリングという言葉に置き換えられます。えー、ナーチャリングというのは、えー、そのリード、いわゆる顧客、情報、顧客をですね、育てるというような意味でございまして、えー、この、今回お伝えする内容と、の興味、関心、育成と同義でございます。はい。で、まずはじめにですが、えっ、ー、と、ぜひ、えっ、ー、と、一度、 考えていただきたいんですが、皆さん、あの高い買い物するときって、どんなような活動をするかってちょっと想像してみてほしいんですね。で、高い買い物するときって <laughs> と、おそらくなんですけども、皆さん PC、えー C ね、PC を買うときとか、B2C の状態で、PC を買うとき、スマホを、えー、iPhone から Android に変えるとか、えー、そういったとき。そんなときにですね、 あのー、おそらく商品についての知識、相当得ているかと思います。またですね、いろんな商品見たりとかして、えー、と比較をしております。で、競合商品についてもインプットされていて、えー、状態で、他の人にプレゼンテーションできるぐらいまでになっていたりとかしているんですね。で、私も今、えー、PC 使っているのが Surface なんですね。SurfaceBook3 というものを使っているんですけれども。 えっと、それまでは Mac を使っていました。ただ Mac から Surface Book 3に変えるときには、えー、ここが良くてここが悪いみたいなのが、えっ、ー、と、人のプレゼン、プレゼンをしていました。ね、はい。で、えっ、ー、と、つまりは何を言いたいかというと、学習してリテラシーアップをしているということなんですよ。いわゆる買うためには、ごめんなさいね、学習が必要だったりとかします。はい。 この学習をさせることがナーチャリングなんですね。で、なぜ興味関心の育成が重要かというと、だから重要なんですよ。購買の意思決定がある程度ハードルが高いときには、必ずリテラシーを入れると、リテラシーをアップさせる、学習するというような、そういう活動が絶対必要なんですね。なので、ナーチャリング、いわゆる興味関心育成は必要なんです。これ、不要だ。 急に受注になるとかっていうようなケースがあるからいらないんだっていう人もいるんですけどもその人は他でナーチャリングされてるんですよしっかり自分で他のところから情報を取ってきたりとか他の人に伝え聞いたりしてナーチャリングされてるんですそのナーチャリングを自社で行うか他人任せにするかというような示唆でございますはい、はい、ということでえっ、ー、と興味関心育成のゴールとプロセスと いいうことでございますまず、ゴールは興味関心が育成できている状態、まあ、ふわっとしてますよね。ですが、これ以上は言えません。はいで、えー、そのためには、ですねどんな要素が必要かというと、ですね大きく4つ、こちらもですね、えーと、コンテンツの戦略を立てるということ、接点を設けるということ、そしてコミュニケーションを取るということ、でさらにそこからインタラクティブな情報のやり取りが、えー、と行えるということがまああります。 これが、えー、とこの4つを構成すると,、えー、と、興味関心育成ができている状態というふうに言えると思っています。では、まずコンテンツの戦略、いきなり、ね、横文字が来て、おおって思っちゃう方いらっしゃると思うんですけど、あまり気にしないでください。あの何かというと、簡単に一言で言うと,、えー、と、どんな人にどんなメッセージが刺さるのか、どんな情報が刺さるのかを整理している。 もののがコンテンテツの戦略ですで皆さんもぜひこれ作ってみてください,、はい。その今日はですね、作ったワークシートをえっと説明させていただければなと思っています。えっと、まず、そもそも大前提なんですけれども、えっと、私よくこういうファネルというか、こういうえっとプロセスを書くんですね。これ、B2B 市場における購買までの顧客行動のプロセスなんですよ。えっと、知らない企業さんが知って、 そして、興味関心を持って、そして検討して、社内承認をして、利用に至るという、この横の流れの中で、えーと、オンラインでは何をして、リアルでは何をして、そして、えー、とそれぞれ何をすればいいんだろうというのが、この下に黒字で書いてあることなんですね。ですが、今回伝えたかったのは、どちらかというと、これをどう進捗させるのかということです。で 興味関心育成というのは、まさにこの認知してくれたところから、この検討に至るまでをどうナーチャリングするかという話なんですけれども、そもそもですね、これ、私がずっと何百社とこう支援していく中で、えっ、ー、と、導き出した一つの回なんですね。まず、アンノーン、知らない人が知ってもらうためには、気づきのコンテンツが必要ですね。これは、えっ、ー、と、よくテレビ CM だったりとかで、 なんかあの人材紹介会社のこう,こういうのがあったりだとか、えー、していると思うんですけどもそれでもう一つこうやってやればああれだなって分かってしまうぐらい気づきのコンテンツだったりしていますで認知した人たちにはとにかく危機感を与えてください啓蒙コンテンツですこれをやらないとまずいですよまだそんなことをやってるんですかといったような、えー、時代に取り残されますよとか他者はやっているとかそういったようなちょっと危機感をあおるような啓蒙コンテンツというものを使ってください そして、今回の議題でもある、興味関心というものですが、興味関心というのは、学習コンテンツ。えー、とサービスの情報だけではなくて、業界などの知識を与えるということです。で検討以下といったところは、また話,話をさせていただきたいと思いますが、えー、と判断ができるような、他の事例見たかったりするんですね。えー、だったりとか、料金だったりとか、いろんなところの比較をさせてあげるということ。 だったりしています。はい。で、これ、そもそも大前提として、皆さん、この図を頭に入れといてください。はい。で、それらをですね、コンテンツ戦略立てるために、どういうワークシートに落とすかというのが、えっ、ー、と、こんなようなものです。はい。で、これ、いつも私が使っているシートなんですね。なので、これを使って、えー、と私は他の企業さん、私、マーケティングベンダーなので、マーケティングの えー、課題を持っている企業さんのコンテンツの戦略を立ててあげています。例えばどういうことが言えるかというと、先ほど言った通りなんですが、えー、と認知してから接点、えー、を持って興味関心、えー、を持つまで、えー、まだまだこの辺はえっ、ー、は啓蒙が必要なんですね。なので、えー、とあなたはまだそんな手法に取りつかれているのか、本当に正しいなんとかの使い方みたいなようなものを、えー、と考えるんですね、はい。で、コンテンツのアイデアをとにかく出していく。 で、逆に、えっ、ー、と、興味関心持った人に対しては、ノウハウを提供してあげないといけないんです。えっ、ー、と、例えばんだろうな、正しいボールペンの使い方、みんなが知,ら知っていないボールペンの使い方とか、あの、ちょっと薄いですよ、今のは。具体的なね、題材があると、もっと、えっ、ー、と、リアルにもう少し深いところを、えっ、ー、と、話ができるんです。で、えっ、ー、と、本当に、こうやるとすごい便利なんだよとか、えっ、ー、と、こうやることで、えー、実は、 今の現状よりとてもよくなるんだよみたいなことを、えー、としっかりとここで、えー、コンテンツアイデアのところに入れていただくというのがいいと思います。はい。ですね。で、えっ、ー、と、そうですね。であの、コンテンツアイデアのところをこう書いてもらったら、 えとまあこれ次の話になるんですけども、次は施策を入れていただくという形になります。で、あの大事なのは、ここに書いてある通りなんですけれども、えー、とこっちか、えー、興味を持ち始めた人たちが本当に知りたい情報っていうのを書いていくことです。えー、と皆さんが伝えたいことではないです。本当に知りたい情報って何だろうっていうのをとにかく考えてください。顧客視点になってください。はいで ノウハウハ業界トレンドなどの情報が好まれるケースが多いです。なんで、業界ね、えーと、なんとか製造業の、えー、となんとか、なんとか、なんとか、なんとかの業界のトレンドを入れたりだとかですね。あとは、あのここでザ・営業的な情報を与えてしまうと、ちょっと押し売りになっちゃうんですね。 で、えっ、ー、と、ここの顧客フィールっていうのをまとめる必要あるフィーリングですね。えっ、ー、と、まとめる必要あるんですけど、えっ、ー、と、営業されて嬉しいなって思うタイミングって、検討を走ってるタイミングだけなんですよ。それ以外って営業されたくないんですよ。情報収集したいだけなんですよ。そこをもっとしっかりと把握しておくこと。これ、すごい重要だと思います。なので、ここであの押し打っちゃだめです。ここは、さっき言った通り、ノウハウとか、業界のトレンドとかをしっかりと伝えておくこと。これがすごい重要だ。 でこの次に問い合わせをしてくれたりとかしたタイミングで初めて、はい、あの、まあね、営業っぽいことをしてみたりだとか、そういうのが大事なのかなというふうに思います。はい、続いて、あの接点を設けるというところです。先ほども少し出てきたので、えー、どんどん言ってしまいます。えっ、ー、と、先ほどの表のですね、コンテンツアイディア、そのコンテンツは、えっ、ー、と、どういう形で届けるのがいいのか。 とということですで最近ではよくです、ね、デジタルコンテンツ、いわゆるオンドメディア作ったりとか、メディア作りたいとか、あのー、記事たくさん書きたいとか、そういうようなことが結構トレンドとしてあったりとかするんですけれども、何でもかんでもそれに頼らないでください。あの記事って、えー、と制作コスト結構かかるんですよ。制作コストというのは時間的コストの話です。ですが、あのー、なかなか見てもらえないんですよね。 で見てもらえないから書かなくていいっていうわけではないんですけれども、えー、とその情報はどういうふうに伝えるべきがべきなのかというのが、えーと、いろんなやり方があるんですけど、みんな、えー、とメディア作ろう、メディア作ろう、記事作ろう、記事作ろうになってしまいがちなんですけど、そこは視野広くしてほしいっていう意味です。えー、ダイレクトで提供する手法というのも必ずあります。はい で通常、営業活動を皆さんやられていらっしゃると思うので、えー、と見込み顧客というか、お客さんの名刺情報というのがいくつかもう存在しているかと思うんですね。で、そういう人たちに対してセミナーを開いたりだとか、そういう人たちに対してダイレクトメール、メールマガジンを送ったりとか、資料を作って共有してあげたりだとか、そっちの方がやっぱり全然刺さるんですよ。なので、あのそういうやり方ということもあるよということを、えー、とご理解ください。ご認識ください。ですね。はい で、最後にコミュニケーションということです。まあ、これ今回はね、B2B に特化している話だったりするんですけれども、このコミュニケーションっていうのが、えー、っとですね、非常に重要です。えー、っと、何でもしないで帰ってきてしまう人、結構多いんですよ。あのー、まあ、このあとね、えー、っと、この商談管理のところでは、えー、っと、ナーチャリングの話、ナーチャリングから、あごめんなさい、ナーチャ営業か。<laughs> 興味関心育成のところでは、えーと、商談管理の話をさせていただこうと思っています。ですので、あのー、ね、その時にちょっと伝えようと思ってるんですけど、あの、今日はちょっと頭出しで、はい、情報提供を行いながら、相手の状況を把握していってください。しっかりと。まあ、当然ですよね、ヒアリングしていくということ。で、えっ、ー、と、僕はですね、こういうシートを作っています。 で、えーと、特にポイントはバント情報をまずしっかりと取っていきましょうということです。バント情報は何かというとバジェット、予算、決済券、<laughs> ニーズ、タイムラインという形ですね。で、えー、とあとは続いて僕、ここオリジナルですけれども、いつも結果期待度みたいなのを出してるんですよ。えっ、ー、と、回答に対しての結果期待度、えー、んとだろうな、その回答は結果としては期待値の何,何点だったのか。 っていうのは、マイナス3点からプラス3点までの7段階で出しています。まあ、どっちでもないよって時はゼロですし、ちょっとプラスに触れたかなっていうことであれば1ですし、で、この点数をね、どう判断するかっていうのは、その場その場でちょっと変わってきますけれども、あの僕がまだまだ社会人で、まだ平やってた時は、このシートを先輩に見せて、先輩とコミュニケーションを取るためのツールにしたりとかしていました。はい。 はい、なので、えっ、ー、と、まあ、しっかりと診断をしてくださいねと、見込み度の診断をしてくださいという形です。えっ、ー、と、大体現状の詳細と、えっ、ー、と、課題の詳細、あとは、ニーズの詳細っていうところをヒアリングできれば、まあ、大筋は大丈夫かなというふうに思います。で、ね、この辺ができると、えっ、ー、と、インタラクティブな情報のやり取りができるようになるんですよ。向こうが何を求めてるか。 どんなことの現状なのか、どういった現状なのかというのが分かれば、えー、それに見合った情報を提供できる。これこそがインタラクティブです。えー、それまではですね、仮説を基づいて情報を提供していたんですよ。意味わかりますかねなま <laughs>、ね、っちゃいましたね。意味わかりますかねえっ、ー、と、コンテンツ戦略作って、コンテンツを作りました。コンテンツ作って接点を設けました。例えば、記事にしました。セミナーにしました。これは仮説をもとに自分たちが情報を提供してきた。 なんですけれども、ここでコミュニケーションをして、しっかりと相手が何が欲しいのか、何に困っているのかというのが分かれば、それに基づいた情報提供ができるということで、ここがゴールなんですね。これがないと、ごめんなさい、ここがプロセスで一番大事なところなんですよ。これを作るために、この3つをやってるんですよ。皆さん、勘違いして、これを作ることがゴールだとか、 これ作れるとかっこいいよねとかっていうので、えー、コンテンツ戦略とか、えー、とカスタマージャーニー作りたいとかっていう話あるんですけど、そうではなくて、インタラクティブな情報のやり取りするというための、土俵に乗るための準備でしかない。で、そしてこのインタラクティブな情報をやり取りするということ自体も、この興味関心育成プロセスの、えー、とプロセスでしかないです。 はい、そして、興味関心育成という言葉自体も、えーと、なんだろう、正しく利益を上げるためのプロセスでしかないです。なのですごい道のりは長いんですけども、えーと、このような形で分解していくと、それぞれにゴールだったり、ポイントがあるというのが、営業、セールスマーケティングの面白いところでございます。 で、えー、興味関心を育成するときのポイント。まあ、先ほども、えっ、ー、と、何度も、何度もというか、一回言ったかな。えっ、ー、と、顧客視点で欲しい情報を提供してあげることだと思います。本当にお客さんが欲しいのは何なんだろう。自分たちの目線じゃないです。もし自分がそれを買うなら、何が欲しい情報なんだろう。っていうのを、さっき言った、さっきじゃないですね。えー、ちょっと、あの、別の動画で言っている接点喪失、あれ、認知拡大か。 認知拡大のところで言っている、えー、と、ペルソナがどう思うのかっていうのを、しっかりと、えー、考えてほしいということです、えー。サービス情報の提供ばかりは、えーと、結構禁物です。これは本当に興味ありませんってなっちゃいます。僕もなってます。はい。なので、情報を提供しながら、えー、さらに最後ですね、情報を提供しながら、えー、見込み度を診断する必要があると。 という形でございます。まあ、あのー、ちょっとですね、わわわって喋ってしまいましたけれども、えっ、ー、と、興味関心の育成、以上となります。はい、えー、途中でちょっとプツッと切れたりだとか、えー、と飲み物飲みながらで申し訳ないですけれども、そんな感じで緩く進めていければなと思っています。はい、では、本日は以上でございます。ありがとうございました。